どうも、ZIPFM ナビゲーター作曲家の西岡大輝です。さあ、こちらのポッドキャスト、名古屋は ZIPFM 毎週土曜日曜朝6時から放送中の番組、ビッグヤップがお届けするポッドキャストプログラム、ビッグヤップコライトでございます。リスナーと一緒にジングルを作る企画、ただいまちょっとお休み中で、今はですね、ラジオ本編の放送からあなたの音というコーナーをポッドキャスト用に再編集して皆さんにお届けしております。こちらのあなたの音、どういったコーナーかと言いますと、リスナーからですね、普段の生活の何気ない日常の音を撮って録音して番組まで送っていただいて、その音を通してですね、リスナーのそれぞれの生活をただ感じるといった大人のたしなみコーナーとなっております。では今日はですね、1月13日土曜日、1月14日日曜日に放送した、皆さんから届いたあなたの音をご紹介したいと思います。どうぞ。では早速、ラジオネーム新音助さんの朝6時の音。はい、湯沸かしケトルのスイッチが切れてお湯をカップに注いでいます。左右かな。さあ、続いてラジオネームホイミンさんの朝6時の音。はい、ホイミンさん、ラジオを聞きながらパンを焼いていたら焦げそうになり、トースターを強制終了した音。はいはい。最後あちちちってね、はい、これギューって回す音とかね、いいですね。さあ、続いて、お、初めて見るラジオネームだ。ラジオネームジルバルさんの朝6時の音。はい、ジルバルさん、ドッグシッターをやっています。朝6時はだいたいお散歩の最中です。この日は柴犬と東山動物園近辺の山の中歩きました。落ち葉がたくさん積もっている中を走り回る小気味よい足音と私の足音です。そうかそうか、このジルバルさんと、ワンちゃんのね、柴犬の足音、いいですね。6時はだんだん明るくなってきて、鳥たちも少しずつ騒ぎ始める時間です。はいはいはい、いいですね。ラジオネーム浜松の鳥柄さんのお昼12時の音。はい、浜松の鳥柄さん、豊川市の本宮山を登った時の音です。普段は週末午前中に登りますが、この日はお正月モードで朝寝坊、お昼近くから登り始めました。山登りの音ね、お正月明け快晴で登山者の方も多く、気持ちのいい登山となりました。正月からいいですね。ちょっと息が上がって、途中鼻水すすってみたいな。はいはい、いいですね。さて、続いてラジオネームフランスパン食べたいさんのお昼12時の音。
はい、フランスパン食べたい。1月7日日曜日お昼12時我が家の台所の音です。この日妻が仕事のため子供にお昼ご飯を作って食べた後、夜ご飯何を作ろうか考え、この後は子供たちと公園に遊びに行く予定だったので、とりあえずお味噌汁だけ先に作っておこうと具材を煮込み、最後の味噌を溶いている音ですと。ちなみにこの日の晩ご飯かき揚げ丼にしましたと。本当にフランスパン食べたいはいいお父さんですね。はい、さてじゃあ次ラストかな。はい、ラジオネームヤミスさんのお昼12時の音。こんにちは、こっちもどうぞ。カフェラテの S のカフェラテ S のホットを一つと、はい、マックフライポテトの、はい、SM ポテトが SM、L がございます。あ、じゃあ M で、M で、はい、はい、以上です。ホットラテ砂糖ご利用ですか？あ、うん、大丈夫です。はい、こちらホットラテお手渡しでもよろしいでしょうか？大丈夫です、ありがとうございます。お会計がですね、こちら520円です。はい、お気をつけて前に進みください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、はい、120円になります。ポイントカードございましたら一緒にお願いいたします。あ、はい、ちょっと待ってください。520円。はい、520円ですね。あ、はい、1010円でお願いします。はい、こういうところなかったですか？あ、はい、あ、うん、大丈夫です。はい、1020円。はい、はい、500円のお返しになります。ありがとうございます。はい、寒い中すいません、ありがとうございます。はい、ヤミさん、1月7日12時の音。実家にみかんを届けた帰り、マクドナルドのドライブスルーに降りました。寒い中外で対応されていたので、いつも以上にお礼言いましたと。最初の、男性の方の店員さんの、はいはいって、このちっちゃいやつが入る感じ良かったですね。はい、ではあなたの音聞いていただきました。いかがでしたでしょうか？さあ、このあなたの音もね、始まっていろいろやってますけど、そろそろあれもまたやりたいですね、ジングル作りも。このビッグアップっていう番組は去年の4月から始まって、もうあとちょっとで、1年経つんですけど、このポッドキャストが最初始まった頃は、リスナーから送ってもらった音をもとに番組ジングルを作ろうという企画がありまして、今ちょっと休憩中なんですけど、それをちょっとまた番組2年目に向けて、どっかのタイミングでまたちょっとやれたらななんてことも思っておりますが、ただ もともとジングル作りの時にやってた一個反省点として、ジングル作りみんなからいろんな音を送ってもらって、その音を僕がサンプリングして、曲に生まれ変わるっていう企画だったんですけど、そのただみんなから音が送られてきてる段階、それを毎週紹介してたんですけど、もうひたすら地味な回がね毎週続いてたんですよ。それがちょっと一個反省点としてあるんで、ちょっとそこのあたりもなんかいろいろやり方ちょっと考えて、また近々ジングル企画も復活できたらなと思っておりますが、もうちょっとしばらくはね、あなたの音もやりますのでね、ぜひぜひこちらポッドキャスト聞いてる方も送ってください。現在募集中の音、あなたの音はですね、夕方5時の音、朝6時の音、お昼12時の音、送り先ビッグアップアットマーク zip-fm.co.jp、 こちらまでお願いいたします。スマホのねボイスメモのアプリなんかで撮って送ってください。なおですね、メール送ってもらうときに、その音どういう場所で撮ったよとか、何月何日の何時頃の音ですっていうのをぜひぜひ添えていただけると助かります。そしてお名前、ラジオネーム、どちらでも結構ですので、本文にね書いて送ってください。送り先もう一度言っておきます。ピックアップアットマーク zip-fm.co.jp、ぜひぜひこちらまでお願いいたします。ピックアップね、ラジオ本編の方もぜひぜひラジコのタイムフリー、エリアフリーなんかで聞いてもらえると嬉しいなと思っております。 zip-fm という名古屋のラジオ局で毎週土曜日曜朝6時から放送中の音楽番組です。ぜひそちらもチェックお願いいたします。というわけで以上、ポッドキャストビッグアップコライトをお届けいたしました。